Voilà. ムルソン91ペリエールっていうのはムルソンの中で最も素晴らしい。そうですよね。色がもうオレンジワインですよこれ。先ほどの塩釜で焼いたターポークですね。味はもうめちゃくちゃすごいですね。融点が34度ですから人間の体温より2度以上低いじゃないですか、口の中でヒュッと溶けます。
もうこんなに薄いのにすっごい味と香りが、そうなんですね。これはもうあの料理長があのペティナイフで、うん、あ、ナイフやってるんですね。ペティナイフでやってる、あの専用のじゃあのこんなに綺麗に切れないです。前年の1984年ってあの私の娘 の, あのバースデーミーティングなんですけどね、80年代で最も外れ年なんですよ。でこれが最も当たり年なんですよ。その外れ年でもあのワイン屋さんの価格1本20数万ですね。1985年は80年代の最も素晴らしい。ありがとうございます。こっちがサーロインですか。そうですね、大きい方がサーロイン。はい、はい、香りがもうめっちゃいいよ。レディ・ダイアナ・スペンサーって書いてあります。はい、はい、あの1981年 の, あの7月に結婚式があったんですけど、ね、はい、その時にメインのパーティーで使われたシャンパンです。へえ。ですからいわゆるあの下々はあのお目にかかれないんです。これあの手に入れるまで13年かかったんです。イエーイ、うん。ありがとうございます。素晴らしい。